エアブが考えたポケモンだけでランクマ潜ってください。わかりました。王者の印イベルタルで悪の波動を打てば、ヒルミ率が 10%×20% イコール 200% になるのでは、ぜひ使ってください。書いてあることが理解不能なため、多分エアブ。直球機能がレードオーガに強くておすすめです。まず氷タイプなのでレードが効きません。さらに特性で天候を雨からあられにすることができるので、オーガの水技を余裕を持って受けることができます。さらに雪機能は地震を覚えるので、オーガと同居しがちなザシアにも大ダメージを与えることができます。さらに氷タイプなのでオーガもちろん、イリア大ダメージを与えることができますし、赤ガビアリオガを覚えるので車を倒すことができます。ついでに水ラオスにも強いです。ユキロンは氷タイプなので水ウーラオスに強いわけではないので、多分エアブ。打倒ザシアンカッコキッズ型物理技しかないやつのゴツメ生拳を使ってください。技は水浸し毒毒自己再生守るカッコカウンターでもか、努力値は H252B252 です。何でも確定で一発耐えるので、自己再生連打で交代させられます。水浸しがタイプ1なくなるので2個かかります。天然採用なので研磨いてもらえても勝てます。採用お願いします。ザシアンにキッズ型とかつけてるんで、多分エアブ。特性ヒリードポケモンとザシアンを使ってザシアンを受けに来たヌオをリーフブレードで倒してください。このコンボはあからさますぎて逆に決まらないので、現実を知らない夢を見てるだけのエアブ。ということで、こいつらを使ってランクマに潜っていく。どうも山田です。言うてまあまあ強そうだけどね。ザシアン&イベルタル並んでるし、まあ、イベルタルの方は意味不明だけど、ユキロン&ナマコブシが意外と強そうで、ユキロンが海洋がメタ、ナマコブシがザシアンメタになってるから、まあ、こういう相手というか環境に対しての通りは良さそうであると。ただ相手のサンダーがバチボコに思え、まあ、サンダーはザシアンで対面無理やり削るか、ユキロウの氷の粒手圏内に無理やり入れて、この2体ってか、まあ、ザシアンが削れた後の相手のザシアンが重いんで、ゴツメナマコブチのサムキリカせていただきます。よろしくお願いします。コメント、新クラス友達0人で鬱だからバロリの動画で精神安定させてる。あー、まあ、君何歳かわかんないけど、中高生ならまだ間に合うでしょ。始まったばっかだし。一週間くらいはね、探り合いの期間続くと思ってるんで。でもリミットは一週間かな。一週間経って友達できなかったらもうできんやろうな。そしたら僕の動画は教室の隅っこで一生、見とけよ。君が教室の隅っこから、出るその日が来るまで、活動頑張り続けろ。で、ザシアン VS 海洋がね、ザシアンのが先に特性発動したんで、ザシアンが早いのは分かってるんですけど、この対面は海洋が代わりにダイマックス切られると、まあ、打ち合い負けるんで、雪の方がね、海洋がメタになってるらしいんで、突撃直球機能は後投げしたんですが、相手も相手でワイルドボルトとかをケアしてか、カバルゾーンに引いてきました。まあ、でもこれはこれで対面悪くないと思ってるんだけど、まあ、天候が砂になったんでね、吹雪が必中じゃないんですよ。これダイマするか。ダイマダイアイスで、ザシアンに引いてくるか。通っていくーまあ、最近の環境のカバルドンはザシアン意識。というか、こっちのザシアンに後投げしてきてるカバルドンの時点で、まあ、特防に熱い方ってよりは、まあ、お盆の見込みで特化ザシアンの居住2体とかの、まあ、そのラインまで、防御ラインを上げてるカバルドンの方の方が多い。つまり特防方面は薄いと思ってるんで、ここをダイアイス通してくれたのはでかいんじゃない？雪の可愛いな。なんか今でも覚えてるんだけど、なんか新クラスに、あれなんか耐えられてね、あれちょっと待って、あれなんか耐えられてないっすか。おいおいおい、あ、なんかお盆食ってる、うまそうに、あ、うめえ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 、瀕死の状態から食うお盆うめえ。耐えられてんだけど、あくびやん、うんまあさすがに雪のを眠らせるわけにはいかないよな。こいつが相手の海洋画を対策するキーになってるから、ここをステルスロックかあくび連打だと思うから、一回ザッシャンに引いて、なんか新クラスになった時に軽い自己紹介みたいなのあったんですよ、僕もね。で、僕本名を原田って言うんですけど、新クラスの新にかけて自己紹介するとき、ニュー原田ですって言ったら教室中がハテナハテナハテナみたいな空気になって凍りついたのを今でもトラウマで、覚えてます。でも結果として、その後少しして、ウェーイニューウェーイって1ヶ月ぐらいいじられて話す機会増えたんでね。結果としては良かったです。で、これは、ザシアンも眠らせるわけにはいかないんで、まあ、交代連打するんだけど、まあ、どっかでステルスロック、巻かれそうですね。ただ、相手がステルスロック巻いてくるタイミングで、カバルドンは取れると思ってたが、カバルドン引っ込んで、合わせられていく、合わせられ、こっちの、あけびでこっちのサイクルをコントロールして、雪能が出てくるタイミングでザシアン合わせられていくか、最悪の対面ができたか、まあ、結局、生拳投げで受けれるんで、まあ、ただ生拳してなんか、ザシアン受けれる、デイエースみたいな顔して投げてるけど、ザシアンがにワイルドボルトあったらサイクル破壊させられるから、まあ、完全に受けられるわけ。
抜け切れるわけではないんですけどね。ブニブニブニ巨獣さん。ちなみにその後あだ名がホモだのメガネだの点々として最終的には原田呼びに落ち着いたんですけどね。お、いいね、勝っためっちゃ硬いやん、このブニブニブニ。ザシャの巨獣さん30ぐらいしか入ってないんだけど。生拳はね、特性が天然で、天然は相手の能力、ランク変化を無視するんですよ。つまりザシャンの不当の剣で上がった、まあ、攻撃プラス1をなかったことにして、巨獣山受けてるわけなんで、まあ、思ったより、まあ、数値の割には硬く見えるっていう。相手、カバルドンを出してくるが、まあ、言うてステルソック巻かれてないんで、さっきと同じサイクルがこっから始まるだけですね。多分、アクビ連打しても解決にならないということは相手が一番分かってると思うから、まあ、無理やりステル巻いてくるんじゃないかな。ナマコとか雪ノオのサイクル回数を減らすために。ナマコ牛戻す。ちょっと一回モンスターエナジー飲みます。夜の。夜のありえない時間から。夜22時。モンスターエナジー、注入！こっから俺の一日始まるからさ。ステルストロック巻いてくる。で、ここは氷技読みとかでザシャンで受けてくる可能性あるけど、コメントにもあったんですよね。雪のは自信があるので、ザシャンの交代に対しても負荷をかけれます。で、ここザシャンに引かれたとしても、自信でザシャン削るプラス、ゴツメラベでさらにザシャン削れるんで、そう、意外と、確かにそう考えると雪のって、海洋ガニ後投げできるポケモンの中では、結構破格の性能。てかそれトリトドンでいいやないかい。トリトドンも海洋外に当たらげして、しかもタイプ1で地面技打てるやないかい。だから雪の王じゃなくて環境ではトリトドンが使われております。で、雪の王はまあステロダメが入ったとしてもまだ海洋外に対して役割が持てると思うんで、ここはナマコに引いて、まあ、ナマコ交代弓で変な技打たれる可能性も、あるけど、ステルスロックが入る。巨獣なんだ。ジャレツク覚えてないんかな。たまになんかジャレツク切りのザシャンとかいるから、ここはなんか普通にジャレツクプラスワイルドボルトとかで、生拳取られるかなと思ったけど、いや、こんだけゴツメダメージ入れてんのでかいぞ。多分、もうザシャンが、雪狼の自信に対して後出しができないから、これどうしようかな。生拳別に死んでもいいか。引いてくると思うんですよね、海洋ガニ。毒ぶちかますわ、交代読みで。自己再生読み、海洋ガラゲ、読み、そこに毒突き刺す、雨降らし、海洋の方がわかんないですけど、まあ、生拳はね、全然エアプの形ではないっすね。まあ、雪狼はエアプの方かもしれないけど、まあ、生拳は、まあ、雑誌アンメタとしては優秀で、まあ、環境では全く見ないポケモンではなくて、ぼちぼち見るポケモンではあるので、海洋に毒入れる、まあ、生拳は、いや、まだ取っとくか。こっからでも海洋ガニ頭でゲできる。もしかして、突撃食器雪のって。そんだけの耐久ある？いや、雪のな、突撃食器持たせてるけど、こいつ、別に種族値が高いわけじゃないんですよ。いや、むしろ、平均値、ま、今使われてるポケモンの平均値よりは余裕で下、ランク下の種族値をしてるんだけど。あ、瞑想か。待って、これ眠るとかある？眠かごみたいな感じで。いや、でも大丈夫。そう。瞑想海洋が、雪狼を使うときに、海洋が意識として使おうってのは当たり前なんだけど、まあ、瞑想海洋がって環境にぼちぼち出るから、雪狼の草技って物理にしないとダメだよなってことに、育成の段階で気づいた天才なライバロリー。ずっとアンマにしてるんで、相手の特防上昇を無視して、海洋がを削ることができる。海洋が大マックスしてくる。最近は、瞑想を持ってる、命の玉を持った、ムキムキ海洋ガが流行ってるらしいから、まあ、玉持ちとかなんかな、瞑想で食べ残しじゃないってなると、まあ、眠かごか、まあ、もう命の玉かのどっちかかなって思うけど。これさ、まあ、大ストリームってきた、これ耐えるかこれ。耐えるでしょこれ。強すぎ。待って。強すぎなんだけど。天候今、あられだってやな。めちゃくちゃ入った突撃食器持ってるのに。まあ、耐えたからいいや。これ、大ストリームってきたら多分あれだろうな。ダイアイスも覚えてたけど、ダイアイス読み、雑誌ジャン投げとかされると、まあ、めんどくさいな、みたいな。トータルで考えたときに、まあ、瞑想一回積んでるし、雪のごときの種族種だったらぶっ飛ばせるだろうと思って、大ストリーム持ってきたんだと思うんだけど、まあ、それは実際正解ではあるんだけど、突撃直球機能以外ならね、残念ながら突撃直球持ってたらダメ、相手の計算がずれて耐えてしまったと。で、あとは、
まあ、とりあえず今日中で海王が取って、相手のラス1ザシアンがこっちのちょっと削れたザシアンとで HP が、まあ、ステロが入った状態で、5分の2くらいしかない生拳に対してどれぐらい頑張れるかゲーミング部所属ですが、意外と負けそうなの草なんだけど、だってこれ相手のザシアンの方が早かったら余裕で負ける可能性あるよな。こんだけ綺麗に対戦組み立てといて余裕で負ける可能性、いやただな、相手のザシアンの方が早かった場合こっちのザシアンこんだけ HP やれば居住団耐えそうである。早いザシアンはそれだけ火力がないザシアンってこと。あーい、エナドリあるある。それがエナドリのせいかどうかわからないが、1ヶ月に1回ぐらい、うんちすることでも解決しないようなレベルの腹痛が襲いかかってくる。ということで、再びこのエアプの寄せ集めパーティーで対戦していくわけなんですが、まあ相手に日食ネクロズマいるんで、こっちはイベルタルを投げたくて、まあ、雪の王から入るか、カプコケコがきついんでね、イベルタル出すってなると、相手のカプコケコに強そうな雪の王と相手の日食ネクロズマに強いであろうイベルタルでサイクルを回しつつ、この2体だと相手のイベルタルの処理にちょっと不安が残りそうなので、そこに対して強そうなザシアン。の3匹で行かせていただきます。対戦よろしくお願いします。はい、どうも、生拳。生子うまいとか言いながら食ってるやつ、あとワニとかシカもそう、うまいとか言いながら食ってるやつ、自分がそっち側のステージに立ったと思いたいからうまいって言ってるだけ説。雪の OBS 出し負けですねこれね。イベルトロはね、炎技で4倍弱点疲れて死にますしね。ただ雪の王って一般的に気合の助けを持つことが多いポケモンなんですよ。信頼プレイすら、いやこれ相手ダイマしてこないっしょ。相手のイベルタルがダイマックスしてこない。あ、なんか引っ込んできたんだけど、どういうこと。どういうこと。ウィンディ、いや、あの雪の王が気合の助けと仮定した場合、相手を信頼するプレイをするんであれば、いや、ダイマしてくる可能性あったな。あったな。いや、まあ熱風は外れる可能性があるから打ちづらいでしょ。で、デスウィングとかは、まあ、直機持ってるから耐えるかなと思って、無理やり突っ張ったんですけど、その、タスキ持ちの相手にダイマックス切りたくないみたいな、まあ、気持ちもあるだろうしね、と思ったら、思って行動してたら、なぜか、まあ、多分タスキ吹雪ケアで、ウィンディに相手引いてきたと思うけど、まあ、奇跡的に噛み合ったっていう、オーバーヒート。珍しい技、思ってる。だいたい、今のウィンディってザシャン受けで、え、何これ白いハーブ、あー、ネストボースト。あー、そういう感じか。クッション、あ、結構いいね。受け出ししつつ、オーバーヒートで、サイクルも回せるみたいな。イベルにイベル出される。まあ、こっちの方が HP 減ってるんで、ちょっときつくて。まあ、すまんさ、これどっちが早いかで結構変わりますけどね。これ、僕が使ってるイベルタル王者の印っていう 10% の確率で相手をひるませるアイテムを持ってますが、まあ実はね、この悪の波動、いや、コメントでは、悪の波動プラス王者の印の比率で 10%×20% で 200% になるのではって書いてあったけど、ちょっと意味がわかんないですね。そもそも王者の印と悪の波動のひるみ率ってこの効果は重複しないんですよ。つまり悪の波動の 20% ひるみに王者の印の 10% ひるみは重ならないんですよね。それに加え、まあ、そもそも計算間違ってるし、これ 10%×20% って 2% だし、その悪の波動と王者の印のひるみ率が重複するんだと仮定すれば、そもそもの考え方も間違ってるし、まあ、20% でひるむってことは、まあ、相手が 80% の可能性で動いてくるってことじゃないですか。悪の波動の時点で。で、さらにそこに王者の印を引っ掛けるとすると、まあ、王者の印が、まあ、10% なんで、もともと相手が 80% で動いてくるところの、まあ、10% 動かない。まあ、つまり 8% 動かないってことなんで、72% の確率で相手は動いてくるわけなんですね。つまり悪の波動と王者の印の効果が重複するとしても、まあ、28% の確率でしか相手ひるまないんで、まあ、ちょっとこのコメント何言ってるか分かんないっすね。はい、これデスウィングの打ち合いになってるんだけどさ、
これ、まあ一応こっちの方が早いんで、まあ、相手のユエルタで多分耐久に振ってんだろうな。日食ネクロゾマと組んでるから。まあ、こっちの方が上から殴れてるのはいいんですけど、そろそろきつくないっすか。いや、4回か5回デスイングだけど。ちょ、一回さ、ひるんだらさ、こう、まくれるわけ。ちょ、一回、ちょ、まじ。ちょ、一回ひるませろって、こんだけ打ってたら 10% とは言え、ね、10、5回ぐらい打ってるから、10%×5 で、500% だからそろそろ、てかひるまないとおかしいんだよね。あーもうダメだダメ。はぁ、てか、ちょ、限界だ。かといってダイマックス切ってダイジェット打っても倒せるかどうかからん。なぜか相手がさ、ダイマックス切ってこないのが、せめてもの救いだわ。相手視点からすれば、この、あ、迷ってるけど、ここでダイマ切られるときつい。相手視点からすれば、まあ、この打ち合い、おお、そう、ダイマックス切る必要ないから温存しようっていう考えだと思うんだけど、まあ、イベルミラーで、まあ、相手の方がダメージリード取ってるから、まあ、ダイマックス切らなくても勝てるんだったらいいよね、みたい。おい、まあ、5、6回打ってるからね、そりゃね、ダイマ切らなくていいか。そのままデスイングで相手のイベル倒して、多分、日食ネクロズマ、相手も震えてるわ。はっ、なんかひるんだんだけど、なにこれっつって。相手の、降参選ばれた。なえて降参を押されたわ。これね、王者の印と悪の波動のひるみ列が重複する、これコメント釣り込めだと思ってるけど、ウッキウキで俺に使わせて嘲笑おうとしてたの。残念、そこまでお見通しだから。ということで、王者の印、イベルタルは弱い。よかったらチャンネル登録、高評価、他に使ってほしいポケモンなどならコメントに書いていただけたら次の動画で採用させていただくかもしれないので、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。